そろ楽しいハロウィンです。秋のスケッチをお届けします。曲に応じて手首を柔らかく、お化けのようにリラックスリラックスリラックスして、曲をイメージしてどう表現すればよいのか考えながら、打鍵の位置も気をつけてフレーズ豊かに弾いてみます。秋のスケッチ。曲の最後まで丁寧に表現しましょう。ピアノ調達にはネパールくん、納豆キナーゼが体に良いように、ピアノも両手違う音を奏でることでどう表現すればよいのか考える能力も徐々に身につきます。諦めない心、勇気づけて励まし、褒めて、笑いに遊び心も大切にしております。ピアノ演奏のコツから引き出し、音のダイナミクスをつけてフレーズ豊かに弾くコツ、音楽理論からソルフェージュまで何でもお任せください。それでは良い子の皆さん、明日もきちんと先生にこんなの見たよ、今日はここまで弾いてきたよ、何でもいいので先生に伝えてくれるととっても嬉しいです。それでは、指切り玄満、嘘ついたら針千本のます、指切った先生とお約束、頑張る良い子にはいつも楽しいサプライズをご用意しております。それでは、だるまさんがころっ、最初、ジャン、キン、ポン。生まれたて。1歳、3歳、5歳。シニアの方まで、丁寧に、親切、楽しく、指導いたしております。それでは皆様また、後ほど。